本入るホルダーをお持ちの方は2本極細を入れたものを使ってください。あとこれが発泡スチロールボールですね。4センチと 4.5 センチ、今使うのはこの 4.5 センチだけになります。そしてこれがシート状のフェルケット、白い羊毛がシート状になってます。これと 3.5 グラムの羊毛、こちらを用意しておいてください。まず最初に 4.5 センチ大きい方のボールと、フェルケットを用意します。このフェルケットですけれども、両サイドがハサミで切ってある場合、指でこういうふうにほぐして使えるようにしてください。その方が馴染みやすいです。最初にこの 4.5 センチのボールにフェルケットをぐるりと一周巻きます。巻いたらここの重なった部分、だいたい2センチぐらいですね、そこでフェルケットをちぎります。ちぎったところをなでつけてくっつけてください。くっつけたらニードルで重なった部分を刺します。この時にボールを刺さないように、このような形でボールを避けて刺してください。こんな形ですね。そしたらここの穴の部分、ここを埋めるために余りのフェルケットを上に乗せて、ここが埋まるぐらいの大きさにちぎります。ちぎったら上からかぶせて、でまた同じように刺してください。でこれを同じように反対側もやります。このような形で全体がフェルケットで包まれた状態ですね。穴が開いている状態にならないようにしていただければ大丈夫です。羊毛を広げます。この羊毛 3.5 グラム入ってます。まずはこれを5等分に縦に、大体で構いませんので裂いてください。1、2、3、4、5ですね。で、そのうちの1本を残して、あとは置いておきます。で、先ほどの白いボールに、この1本目の羊毛を巻きつけます。巻きつけるときに、こうねじれたまんま巻きつけてしまうと、ここの部分がとても分厚くなってしまいますので、しっかりこれを広げて、広げていただいて、でなるべく広げた幅はここのボールの直径よりも短くしていただいて、でしっかり巻きつけます。この時ちょっと引っ張り気味に巻くのがポイントです。これを緩く巻いてしまうと、どうしても刺す回数がその分増えてしまいますので、なるべくなら引っ張った状態で、これを全部巻いてください。途中でちぎりません。はい、そしたら先ほどと同じこのようになでつけていただいて、これを刺していきますけれども、羊毛を巻きつけた方向、向こう側ですね。そちらにニードルを刺すようにしてください。これを横から刺してしまうと、どん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 羊毛が内側に行ってしまいますので、なるべくこの羊毛の流れに沿って、ニードルで刺すようにしてください。で、この時に真ん中をずっと刺していると、どんどん横に広がってきてしまうんですね。なので、まず最初にこの横を刺してしまいます。で、左手で転がしながら刺してください。そうすることで、この羊毛が広がっていくのを防げます。で、360度両脇を刺したら、真ん中を刺していきます。
でこのように少しずつ転がしながら刺していくのがポイントとなりますの でこの時深さが足らないとどうしても、この白いもともとのボールというかフェルケットの方にくっついていかない状態になってしまうんですね。なのでしっかり横から見るとこれでは浅すぎます。このぐらい深さを入れるようにしてください。このぐらいでは浅いです。もっと深く中の、発泡スチロールボールの肌をかするような感じですね。で刺していきます。次に2本目です。これは1本目に対して横にクロスするような形ですね。で同じようにきつく巻きつけてください。すべてがなくなるまで巻きます、はい、そしたらこれを刺します。さっきと同じように巻いた方向にニードルで刺していきます。これは何本目、3本目、4本目まで同じような形ですね。同じように刺し、巻いた方向に刺していきます。で同じく左手で転がしながら刺していくのがポイントです。たまにこの内側の発泡スチロールボールにニードルを刺してしまっていますけれども、これはなるべく刺さないというか絶対刺しちゃいけないというわけではないんですが、発泡スチロールボールにこの羊毛が刺すことで入ってしまうんですね。で後でこの羊毛を取りますので、その時にとても取りづらくなってしまいます。なのでなるべくこの発泡スチロールボールには刺さないということが原則です。でこのような形ですね。十字に巻きました。で今度は3本目、十字に巻いた時にこのように穴が見えてます。この穴を埋めたいので今度は自分の方に十字を向けていただいて横に巻いていきます。この時にまだまだ白い部分は見えてて構いません。このような形で全部やはり同じように巻いてください。そしてこのニードルを巻いた方向にニードルで刺す。同じように360度巻きます。いつまで刺してればいいのかという質問をよく受けますけれども、この羊毛がとにかくずれないということと、ちょっとここふかふかしてても構いません。この後にお湯と石鹸で撫でますので、そのふかふかしているのはその時にすべてなくなります。とにかく羊毛がずれない、そしてしっかりくっついているという状態になるまで刺すようにしてください、はい、これが3本目終わりました。次4本目ですね。このように白いところがまだまだ見えている状態になっています。4本目はここから一つまみだけ取りますけれども、取り方ですが、近くを持って引っ張っても羊毛は取れません。なるべく遠くを持っていただいてスッと抜いてください。で抜いたそのまんまをここの白い部分にペターっとくっつけてください。このような形でまた刺します。次ここですね。同じように引っ張って置きます。ペターっとくっつけてで刺してください。はい、このような形で4本目で、白い部分が大体のなくなりました。でまだ4本目残ってます。でこの羊毛っていうのが 3.5g 入ってますが、この 3.5g を全部使い切らないと、口金に合わなくなってしまいますので、全部使うようにしてください。で4本目このように指先で持っていただいて、どこが一番薄いかなと指先で感じてください。でまあ大体ここがちょっと今薄かったなと思ったら、同じように羊毛をちぎって、でもしこれ長いようだったらこうやって短くしていただいて結構です。
短い羊毛にして先ほどの薄い部分に乗せます。で今の時点では羊毛の方向はどこに向いてても構いません。乗せた時になるべく厚みが均等になるようにしたいので、薄く平らな状態で乗せていただきたいですね。4本目が終わってこのような形になりました。はい、それでは5本目いきたいと思います。5本目はですね、4本目で巻いたこの羊毛の方向に向いているこの繊維の方向ですね、これを、なるべくなくしていきます。どうしてもこのままフェルト化をしてしまうと、この方向が見えたままこの段差とかそういう部分が見えてしまう可能性がありますので、これをなくしていきます。まず羊毛を5本目の羊毛を一つまみちぎります。これを10回なるべく短くちぎってください。さっきの4本目はスッと抜いただけだったんですが、一つまみスッと抜いたらこれをなるべく短くちぎっていきます。抜くのではなくてちぎるという形ですね。でこの時にこのぐらいの紐状になってしまうと羊毛はとても固く強くなってしまいますので、なるべくこれを広げてちぎるということですね。はい、このぐらいでいいです。でこれを、なるべくちぎった方向に繊維は横に今なってますね。これを十字に重ねます。横の状態から片方を上に乗せる、そうすると十字になりますよね。これを薄く広げてこのような感じで、先ほどのこういう重なった部分、こういうところに乗せて上からペターっとくっつけます。そして浅く軽くでいいです。刺してください。これはニードルの仕上げの方法でもあります。これを表面にやったかどうかで全く仕上がりのクオリティが変わってきますので、このガマ口の仕上げの方法っていうわけではなく、ニードルフェルトも含めて、この仕上げをやっていただくととても、表面がきれいに仕上がりますので覚えておいてください。でこれを全部この、5本ペンを使って全部に刺していきます。だいたい丸くなっていれば大丈夫です。で多少のこのぐらいのへこみがあるぐらいで構いませんので、とにかく丸くなって表面がきれいになっている状態になるまで刺してください。それではお湯と石鹸でフェルト化を進めていきたいと思います。その時の、準備というか、道具はですね、こちらの、ビニール袋、そしてフェルトを進めるための、羊毛フェルトの専用ソープ、あとお湯ですね。お湯はだいたい43度ぐらいから50度ぐらいまでの、触ってちょっと厚めのものを用意していただければと思います。でそちらにこの羊毛フェルト専用ソープを2滴ほど入れてください。でこの容器の方は小さめのじょうろを用意していただいても構いませんけれども、このようにコップでも構いません。あとは、濡れているので一応このようにタオルを用意しておいていただければと思います。それではこのビニール袋の中に先ほど作った、ボールですね、これを入れます。入れたらこのお湯を入れてください。だいたいコップ3分の1ぐらい入れてしまって構いません。入れたら左手でこの口を持ちます。少し空気を入れていただいて、このようにお湯がこのボールに染み込むように揉んでください。で揉んで色が変わったら少し空気を入れて、カシャカシャカシャと音がするようにするまで空気を入れておきます。
で、それで投げます。で、これを10分間ずっと撫で続けます。そうすることで、フェルト化が進んで、今羊毛がブヨブヨだった部分にピタッとくっつくようになってきます。で、途中でどん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 お湯が冷えてきますので、その時は一回これを捨てていただいて、お湯を捨てていただいて、で、それでもう一度あったかいお湯を入れ直してください。常にあったかい状態を保っていきたいです。はい、10分間撫で終わりました。中からボールを取り出します。このような形ですね。で、ちょっとまだ濡れておりますので、このままタオルの上に置いて、ちょっとタオルドライしてください。水滴がなくなる程度に拭いていただければ結構です。このボールの中心が口になるように、ちょっとでもこうずれないように、しっかり真ん中が6センチ切れるように測っておいてください。で、切り方としてはハサミで縦に切ります。ハサミを縦に入れます。で、縦に入れたら今度はハサミを横にしていただいて、で、このまま切っていってください。6センチのところまで切っていきます。はい。で、今切りました。で、まだまだ結構深いところまで羊毛がありますので、これに合わせてちょっと深めにもう一度反対から、いきます。これでもやっぱり中がこう引いてますので、しっかりと全部の羊毛を切ってください。で、両端もしっかり切っていただくと中の羊ボールが取り出しやすいです。多少中のボール傷ついても構いません。そしたらこれを中から白いボール、発泡スチロールボールを取ります。このように取ります。そしたら4センチの小さい方のボールですね。これを中に入れて入れ替えてください。この中に入れてお湯をかけます。そして揉んでください。で、この時の一つのポイントは、ここが口が開いた状態になっています。ここの口の部分を20回ほど、この親指の腹で撫でてください。そうすると口がしっかり閉じます、閉じるというか、切り口がしっかりしますので、親指で20回ほど撫でます。で、このようにお湯がいっぱい溜まっている場合は、こういうバケツなど用意しておいていただいて、出ながら作業をしていってください。お湯が多いとどうしても摩擦力がなくなってしまいますので、なるべくお湯は少ない状態にして作業します。そしてさっきと全く同じですね、10分間撫でてください。はい、それでは10分間、2度目の10分間が終了いたしました。中から取り出してみるとこのような形ですね。口が多少開いてて構いません。バケツに張ったような水ですすぎます。石鹸が取れるまですすいでください。タオルドライをして乾かします。で、この時にアイロンを用意しておいてください。このような形ですね。で、まだまだこれ半生乾きなんですけれども、この状態のまんまアイロンをかけます。アイロンの方はだいたい毛の位置に毛と書いてある、
ところに合わせておいていただければ結構です。で、先ほどのタオルをまた敷いていただいて、この上で転がしてください。全体を転がしたらもうそれで OK です。このような状態ですね。で、このまま中からボールを出さずに、このまんまの状態で、天日干し、または例えばストーブの前とか乾きやすいところで完全に乾くまで乾かしてください。ボールが入っているのでなかなかちょっと乾きにくいんですが、今この状態でボールを取ってしまうと、さっき大きい方のボールを取った時みたいにここにシワが寄ってしまうんですね。で、シワが寄ったまんま乾いてしまって、そのままの形での釜口になってしまいますので、このボールを入れたまま乾かすということで、あの丸みが保たれます。なので、なるべくこのまま完全に乾くまで置いておいてください。